霜もつかれ、大豆、鮭頭、鮭かす等で煮込む。完成品例霜もつかれとは、北関東地方に分布する伝統の郷土料理で、初馬の日に作り、赤飯と共に稲荷神社に備える、行事食。鮭の頭と、大豆、根菜、鮭かすを煮込んだ料理である。地域により霜もつかり、しみつかり、しみつかれ、すみつかれ、すみつかりとも呼ぶ。 鬼おろし酒の頭、大豆、大根、人参、その他の余り物を細切れにしたり、目の荒い竹製の大根おろし器の鬼おろしで荒くすりおろして、酒かすと共に煮込む。地域によっては油揚げを刻んで入れることもある。調味料を一切用いず、酒や酒かすの量を加減することで味を調整するのが一般的である。また、栃木県の猛菓市などでは、これらの材料に、 少量の酢を入れることもある。地域によって様々な食べ方があり、冷えた状態で食べることも温めて食べることもある。そのまま食べることも、米飯にかけて食べることもある。また、お茶受けとして、小さめの丼に入れて供されることもある。さらに一度に上がったし疲れは、再度温め直しはせず、勝手の土間に保管し、表面が凍ったものを温かい飯と食べることが、 最もうまい食べ方とする地域もある。独特な味や香り、その外見から好き嫌いが激しく分かれる。最近は、鮭の頭を焼くなど下ごしらえを丁寧にして、生臭さを抑えたり、旅館で高級な器に見栄えよく、盛り付けたりして、若い世代や県外観光客にも食べやすくする工夫がされている。下疲れを3軒食べ歩くと中気にならないや、 なるべく多くの家の下塚レイを食べると無病息災など、下塚レイには様々な俗言が伝えられ、現在でも重箱に入れて隣近所でやり取りする風習がある地域もある。道の駅日光では毎年2月多くの下塚レイを味わえる全日本下塚レイコンテストを開いている。家庭料理である下塚レイは主に母方家系で伝承される傾向があるため、その家庭ごとに 特徴的な味がある。各家庭によって味や製法、材料が異なり、同じ霜疲れという料理でも複数の家のものを食べ比べることで全く異なった味に出会うこともある。このため、同居者でも竹の製法のものを何なく食べることが可能かは、人それぞれの味覚によるところが大きい。近年は地元のスーパーマーケットで既製品が市販されている。 栃木県では学校給食のメニューになっている地域もある。2006年1月22日放送の田舎に、泊まろうでは、ヒコマ漁が珍しい郷土料理が食べられる田舎を求めて、栃木県なすぐ中川町を訪問。その際に紹介された。下津彼は2007年12月18日に農林水産省の主催で選定された農産漁村の郷土料理100選において、 下気そばと共に、栃木県を代表する郷土料理として選出されている。下疲れの語源については、諸説ある。森高千里の代表曲の一つで、後にミニモニ。もカバーした、ロックンロール県庁所在地の歌詞に、下疲れが登場しており、そこで、下疲れの存在を知る人も多いようである。塩原温泉郷では、下疲れにカレーを加えて、 語呂合わせした、しもカレーをご当地グルメとしている。2017年11月13日から、期間限定で、カルビーにより、ポテトチップスしもカレー味が販売される。うじし囲い物語から、時計相乗階段気づきたることを客色した、絵本、しもカレー初めて物語から、スムツカリとお坊様。が2021年1月25日に、発行されている。 文政13年発行、北村新設著帰有商覧、大正5年発行、北村新設線近藤家作り工程、帰有商覧上下において、江戸時代末期からの食べ物が紹介されており、それぞれ、下疲れが登場している。本書では、日光地方ではと、地域名が記述されていることや、鬼おろしでおろした大根おろしの記述があることから、栃木県内で、 一般的な、下疲れの系統料理であることが裏付けでき、本来、大豆と大根おろしをお酢で締めた、質素な食べ物であったことが伺える。これを、栃木食育工場委員会が総括、栃木県生活改善専門指導員、株式会社秋も、株式会社クッキンググロー、株式会社、弟子河原製爆書、 株式会社日本栄養給食協会らによる、江戸時代の下疲れとして、再現、製品化され、社会福祉法人、彩り認可保育園大地の恵みのナーサリーにおいて、旧暦で、初馬の日であった令和3年3月23日に、食育活動の一環として、給食時の一品として供されている。およそ100年から200年前までは、大豆と大根おろしのシンプルな食べ物であった。 新潟県柏崎市には、下疲れと類似した伝統料理があり、食辛煮と呼ばれている。この料理は、鮭の粗に鬼お,おろしですりおろした大根、酒かす、味噌を加えて煮込んで作る。下疲れとの関連性は定かではない。ありがとうございます。